スペースノイドの真の自立を勝ち取るため、我らジオン公国は地球連邦政府に対し宣戦を布告する。これは愚劣なる地球市民に対する裁きの鉄槌である。神の放ったメギドの火に必ずや彼らは屈するであろう。私はこの目でジオンの内情をつぶさに見てきた。今こそ地上が安全だと思い込んでいる連邦の愚か者どもに我らジオンの強さを思い知らせる。連邦の長き間我々は屈辱に甘んじ苦渋を舐め続けてきた。だがその歴史は…はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビジです。では今回はゲルネボジオン独立戦争記ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回は連邦軍のグラナダへの侵攻作戦、星1号作戦の撃退に成功していますので、今回はその続きになります。残っている連邦軍の拠点、宇宙ではルナーツ、地球上ではジャプロのみということで、2つに追い込んできています。一方で、内政がボロボロになっていまして、反戦活動も活発化していて、議会でも和平派が多数を占めるという厳しい状況になっているので、一刻も早くルナ2、そしてジャブロの攻略へと、ステージを進めていきたいと思います。今回は、まずルナ2の攻略作戦から行っていきましょう。早速、作戦を実行していきます。ルナ2の攻略です。進行ルートを表示します。進行ルートは全部で3つ。まずは、北米上空。ここには、ギレン総帥自ら艦隊を率いていますが、これがルナ2で2ターンで到着します。で、ソロモンから2つのルートがありまして、それぞれ4ターンで到着するルートと6ターンで到着するルートがありますので、タイミングを合わせてルナ2に攻略をしていきたいと思います。攻略作戦案を設定してください。ムーア経由、これは6ターンです。直進ルート、これは4ターンです。そして、北米上空からルナ2に進行するルートが2ターンになります。ではこれで進めていきましょう。我が軍はこれよりルナ2攻略作戦を開始する。連邦軍唯一の宇宙基地ルナ2を制圧することができれば、宇宙における連邦軍の行動を大きく制限することができる。諸君らの一層の努力を期待する。ジオニック社から通信です。回線に回します。ここはゲルググの試作型の完成とゲルググの量産化計画についての提案になります。ギャンとゲルググも比べてる余裕が、先ほどお話した通り内政がボロボロで時間的猶予がないので、もうここはゲルググに次期主力モビルスーツを決定してゲルググの生産を始めていきたいと思います。了解しました。ではルナ2の方に部隊到着してますので、ルナ2の攻略戦始めていきたいと思います。作戦の指示をお願いします。国内情勢が本当に厳しいので、もうここからは一刻も早くですね、ジャブロー攻略までたどり着きたいと思います。一気に勝負を決めたいので、使えるものは全部使って、まあ、1ターンでは無理でも2ターン以内に終わらせてですね、早々にジャブロー攻略を発動していきたいと思います。攻略戦をなので、もうちょっと今回は本当に突撃でいきます。まあ、被害が多少出たとしてもですね、まあ、ここはもう宇宙用のモビルスーツばっかりなので、もうこの先宇宙用モビルスーツの出番はほとんどないと思うので、損害覚悟の上で一気にですね、部隊を進発させていきたいと思います。ではまずマップから確認していきましょう。うわ、多いなやっぱり。まあ、補給ライン上3つありますけども、進んでいければいいかなというところですね。では早速進めていきます。
では連邦軍艦隊と交戦状態に入りましたので進めていきます。シーマなんかはですね、ここに引き抜いて配備してありますので、このシーマの能力も十分にね、使っていきたいと思います。まあ、シーマ艦隊のキャラクターたちはここに全部配備しました。あとはシャリアブルもここに入れてます。ララーも同じくここに入れました。まあ、なので数はある程度揃えられたかなとは思いますので、あとはスピード重視で攻略戦を一気に仕掛けていきましょう。ではもうご覧のようにすごい戦線になってきましたね。もうマップいっぱいに敵とぶつかっている状態です。まあ、先ほどからお話している通り、もうスピード重視でいきますので突貫をかけていきましょう。この後敵のモビルスーツ隊、特にガンダムタイプも見えますし、ジムコマンドタイプも見えるし、ガンキャノンもいるしっていうところで、まだまだ敵強い状態続きますけども、まあ、特にガンダムタイプに関しては攻撃を集中して、短期間のうちに撃破して被害が広がらないようにね、配慮をしていきたいと思います。嬉しいじゃないか、よりどりみどりでさ。笑わせてくれるね。その程度の腕で今まで生きてこれたなんてさ。激戦が続いてますが、4ターン目に入っています。4ターン目でようやく拠点を一つ制圧できましたね。さすがにルナ2部隊がめちゃくちゃ多いですね。これを始末つけていくのはなかなか骨が折れそうです。5段目で2つ目の拠点取れそうです。確実に歩みは進めているので、このまま少しずつでもいいので、舞台をね前に出していって敵を削っていきましょう。では7ターン目に入っています。ここは次のターンで確実に終わらせるためにですね、ちょっと無理してでも部隊を前に進めておきたいと思います。残っている敵のモビルスーツ隊は決して多くはないので、ここからはですね、総統戦に移っていきます。で、次のターンで確実にここを制圧してですね、即座にジャブロー攻略戦を発動していきたいので、気を抜かずに確実に次のターンで、このルナ2の制圧ができるように進軍していきましょう。戦闘を中断します。緊急事態です。議会が敵軍との休戦だ。やってしまったか。いやー、和平申し入れここで来ちゃいましたが、残念ですね。実はですね、何回かこのパターン食らってまして、試行錯誤をしてここまでたどり着いたんですが、ここが限界かな。グラナダの攻略戦より前に戻って、議会工作和平議員の弾圧等々しっかりやったんですけども、もう内戦がボロボロでちょっとこっから先難しかったですね。勝った。セロンも議会の決定を支持しているようです。
まあ、ちょっと今回本当に非常に残念な結果になってしまいましたけども、判定勝利という形でこのジオン編はね、一旦終わりにさせていただいて、リベンジ案件にさせていただきたいと思います。本来だったらですね、ジャブロー攻略戦の前に入れようと思っていた最後の前回までのあらすじ動画を作ってあったんですけど、ちょっとそれの出番もなくて悲しいので、それだけちょっと最後に差し込みさせていただいて、この判定勝利の結果を受け入れて、リベンジ案件とさせていただきたいと思います。次回はですね、一旦上演は慣れて、予告させていただいている通りですね、連邦編で、しかもヤザンに焦点を当ててですね、ヤザンが軍団長を目指す、まあ、そういうプレーをしていきたいと思ってますので、ぜひそちらの方もですね、応援していただければと思います。本当に最後までジャブロー攻略できずに残念、かつ皆さんもね、出場されたとは思うんですけども、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。最後にこの後ですね、最後に入れる予定だった前回までのあらすじ動画の編集版、これ差し込みさせていただきますので、そちらの方もご覧いただければ嬉しいなと思います。ノイドの首都の自立を勝ち取るため、我らジオン公国は地球連邦政府に対し宣戦を布告する。これは愚劣なる地球市民に対する裁きの鉄槌である。神の放ったメギドの火に必ずや彼らは屈するであろう。私はこの目でジオンの内情をつぶさに見てきた。今こそ地上が安全だと思い込んでいる列邦の愚か者どもに、我らジオンの強さを思い知らせるような長き間、我々は屈辱に甘んじ苦渋を舐め続けてきた。だがその歴史は今ここに終止符を打つ。我ら選ばれた優良人種たるジオン国国民に管理運営されて、初めて永久に生き延びることができる。地球連邦の無能なる者どもに思い知らせ、明日の未来のために我がジオン国国民は立たねばならんのである。